ショータイムですわ。せっかく楽しんでいましたのに。次はこちらの番でしてよ。私の衣装お気になりまして？気温が下がってきましたわね。私の前に敵など存在しませんわ。ではパーティーの続きと参りましょう。調子に乗ったその顔、ムカつきますわ。はや、甘いですわ。いい加減に。大盤振る舞いですわ。諦めるのはまだ早いですわ。捕まったからにはもう手遅れですわよ。ド派手にかましますわよ。少しバテてしまいましたわ。ほえ、気持ち悪い。流れはこちらにありますわ。少々うんざりしてまいりましたわね。このお礼は後日必ずさせていただきますわ。目には目を、歯には歯を、優しさには優しさで返すのが私の流儀ですわ。あはははなんと言われようとも、私は私の信じたものに従って道を切り開く。それが善なのか悪なのかは所詮他人が勝手に決めつけたレッテルでしてよ。私たちの幸せの選択につなげるいい方法、それがもしあるのでしたらぜひ教えていただきたいですわ。ああ引っかかりましたわね。いかがですの？今日のために練りに練って考えた特別仕様のトラップのお味は？楽しんでいただけたなら何よりでしてよ。レディーとは成長し続けるものでしてよ。はいはい、拍手拍手。戸締まりよし。ガスの元栓は、もう一度確認してきてもよろしくて。商店街の福引きでこんなものを引き当ててしまいましたの。家に持ち帰ってもおそらく使わないものなので、そちらのティッシュと交換ではいかがかしら。え、誕生日に何が欲しいかですの？いただけるなら私は何でも嬉しいんですけど、強いてあげるならクマの大きなぬいぐる、何でもありませんわ。少し遠出をするのも悪くありませんわね。私と一緒で心強かったでしょ。では参るなりや、我が輩を愚弄するなりや、神を敬い恥じるがいい。災いのもとを立たなければ我が輩は全てを見通す。風も香り立ちて下に良きかな。感謝したまえ、神の力を授けてやったことを。神をも恐れぬ愚か者どもめ。そら、目障りかな。神に逆らうか。神を侮るなかれ。流れを変えるなりや、もはや是非もなし。身を隠すは無駄かな。あの力、我が輩を超えた。愚弄するか。流れは悪くないかな。動きが鈍すぎるなりや、気持ちだけで結構なりや、信じる心の強さ、今こそ証明する時なりや。まさか我が輩までもがこの悪しき力の支配下に置かれるとは。この力を提供してきたやつは神をも超える存在とでも言うなりや。雰囲気がこれまでと違う。さもありな、そなたらと接していたのは力と思考の水準を落とし疑似的な人を模したもの。これが本来の我が輩の姿であるぞ。この力は明らかに大和の地に住まう人々の手に余るものが、それゆえに万能感を錯覚させて内面に眠る黒くて横島な感情をあらわにさせる。気をつけよ。変わったのはそなたの見立てで、我が輩は今までと同じなりや。神の座の上に何があるなりや。悪しき者の討伐、せいぜい励むなりや。そなたであれば無駄には使わぬであろう。持っていきたまえ。我が輩の降臨を祝ってくれるというのならば、豊穣の時に大自然の恵みと潤いに感謝の意を抱いてくれれば、それだけで我が輩は満足であるかな。
我が輩に何の願いなりや。え、一緒に遊べ。なかなか骨のある作業であったかな。